昼の12時です。これからお昼ご飯をあげたいと思います。暖かいのでみんな上の方にいます。ご飯たくさん食べてくれるかなと、その前に気温を見てみたいと思います。ただいまの気温は42度、水温は 12.4 度、日当たりは暖かいですね。みんなご飯を待ってるのであげたいと思います。ミーも一緒についてきます。ねミー、こちらの縦断水槽に行きます。こちらもあげたいと思います。みんなお腹空かしてるよね。はい、逃げなくてもいいのにってびっくりしたように一旦沈んじゃう。はい、ご飯だよ。こっちの方に来てくださいって。なんか一匹星になってる。逃げてったらご飯あげないぞって、こっちだよって。一番上の段、みんなびっくりしちゃうね。隣のみゆきも待ってます。これから行くからね。白い子、
小さい。順番に揚げていきたいと思います。この子はこんな感じ。あ、びくっとした。みんな逃げてかないでって。はい、一番上のみゆきの綺麗な子、どこにいるかな。ご飯だよ、ご飯だ、ご飯だって、こっちに来てって。この方で食べてる。ここはオロチ。こちらは小川ブラックです。ブラックのちっちゃい子、でっかい子もいる。高いからみんな上の方に来てる。もうすぐご飯に気がついて上がってくるよ。はい、その他大勢のところ、これは紅咲みゆきってつけたやつなんだけど、なんか黒くなってきちゃったね。ゴールドみたい。ブラックゴールド。すごい。色がだんだん変わっていくね。届くかな。ここいるのかな。いないとこにあげたりして。ここいるね。
雑いやり方してるって叱られそう。性格が雑いもんで。こんな感じ。もう一回ぐるっと見て、ご飯がないの余ってないところはおかゆとしてあげていきたいと思います。ほとんどのところがおかわりの状態でした。ぐるっと回ってあげました。